こんばんは。6時のニュースをお伝えします。アメリカプリンストン大学の医学教授が描いたイラストが話題となっています。プリンストン大学のマイケル・マホーン教授は、感染拡大しているコロナウイルスにはマスクが必要不可欠と以前から謳っていましたが、最近になりマスクから鼻だけ出している人が増え危険であると感じ、注意喚起のためあるイラストを作成させました。そのイラストがこちらです。こちらはマスクから鼻を出していることはパンツから何を出していることと同じだという訴えをしているイラストです。こちらの画像をツイッターにアップしたところ、シュールすぎる、絵が4歳児狙ってるしましたなどのコメントが寄せられ、いいね数が10万件も超えたとのことです。注意喚起したものの絵のインパクトがありすぎて違う意味で話題になりましたが、医学的にも鼻を出すのは危険ですので、皆さんも鼻を覆ってマスクを着用しましょう。続いてのニュースです。渋谷のライブハウスで10日、バンドグループでボーカルの男性が怪我を負いました。この日ライブハウスには200人を超える観客が動員され、イベントは大盛況に。イベント終盤、特に盛り上がる曲を披露した後、この日一番の歓声を受け、会場全体のボルテージが最高潮に上がりましたが、この後悲劇が起きました。ボーカルである男性がさらに観客を喜ばせるため、ステージから客席に思い切ってダイブしたのですが、誰にも受け止めてもらえず、大の字の状態でお腹を地面に強打してしまい強打してしまいました。先ほどまで輝かせていたボーカルの笑顔も消え、お腹を必死に抑え、うずくまるします。その後病院へ搬送されましたが、軽い打撲だけで済み、大きな怪我はなかった模様です。調べによりますと、ダイブをした男性はだいぶ危険だいぶ危険と語っていたのことです。これは、すみません。以上。